さん、こんにちは。南野陽子さんといえば元トップクラスのアイドルで、1985年にスケバンデカで2代目主人公を演じたことで有名ですよね。43歳の時に一般男性とご結婚されていますが、その旦那さんが逮捕されたとの報道がありました。今回は南野陽子さんの旦那が逮捕されるに至った経緯をお話しいたします。2022年10月、静岡市清水区の社会福祉法人の口座から現金約1500万円を私的な関係のある口座に移したなどとして、警察は2023年11月21日、この社会福祉法人の前理事長で元警察官の男と団体役員の52歳の男を逮捕しました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区の社会福祉法人の前理事長で元警視庁の警察官の男と団体役員の52歳の男です。関係者によりますと、2022年10月、2人は共謀して、元警察官の男が当時理事長を務めていた静岡市清水区の社会福祉法人の口座から現金約1500万円を団体役員の男が関係する別の企業の口座に移した疑いが持たれています。団体役員の男は俳優歌手の南野陽子さんの夫で、警察は21日朝、2人が住む都内のマンションに家宅捜索を行いました。この社会福祉法人は静岡市清水区で特別養護老人ホームを運営していて、警察は介護報酬などの公金を投じて運営される特別養護老人ホームの資金を私的に運用した事件とみて調べを進めるとみられます。逮捕されたのは本日11月21日ですが、今年の8月1日に山形明徳学園理事長が乗っ取りと不正融資を、私は南野陽子の夫に騙されたと不正融資を告白していました。私がこれまで30年以上も続けてきた学校を南野陽子さんの夫に事実上潰されました。そう憤るのは、山形県で学校法人明徳学園の理事長を務めてきた長岡義彦氏です。南野陽子の夫とはこれまでもたびたびトラブルを起こしてきた金田敦氏のことです。週刊誌フラッシュは2018年に金田氏が事務局長を務めた医療法人から9000万円を横領したとして警視庁に告訴状が提出されたことを皮切りに、別のクリニックで部下に対して市内で殴るなどの暴力を働いていたとたびたび報じてきました。社会部記者はこう語ります。金田氏はその後傷害容疑で書類送検されました。しかしそれに懲りず、2021年には金田氏が代表を務める医療法人で医師への給料の未払いなどの金銭トラブルが発生していると週刊文春に報じられました。南野さんの事務所関係者は、夫と別れることを熱心に勧めたのですが、南野さんは聞く耳を持たず、2022年末に大手芸能事務所と決別し独立しました。ではこの明徳学園理事長と金田氏のトラブルとは一体何だったのでしょうか。長岡氏は問題の経緯をこう語りました。発端は2020年7月29日に金田氏を明徳学園の理事として迎え入れたことです。同学園は3年前まで福祉専門学校を運営し、昨年3月までは予備校も運営していました。当時コロナ禍の影響で生徒数が減少し、1700万円の借金を抱えるなど経営が苦しい状況でした。そこで私が知り合ったのが医療法人を経営する金田氏です。大女優である南野さんの夫でもあり、資金に余裕のあるやり手経営者という雰囲気だったので、つい信用してしまい、経営再建のために理事として迎え入れたのです。金田氏は合わせて自らの部下である B 氏も理事として引き入れると、さらに理事長職を退いた長岡氏の代わりとして同じく部下である A 氏を新理事長に就任させました。そして2021年の夏、クーデターを起こします。私に黙って理事会を開き、私ともう一人のフル株の理事を解任したのです。そして新たに自分の息のかかった理事を2人入れました。これで5名の理事全員が金田派になりました。この時金田氏は私が高齢を理由に辞任を申し出たと説明したそうですが、真っ赤な嘘です。
さらに3日後、金田氏は理事会でとんでもない決議を承認させました。金田氏が経営する医療法人が X 社に負っていた借金3,218万3,483円を学園が引き受けることを認めさせたのです。さらに学園が所有し校舎として使用している不動産に抵当権を設定しました。もちろん金田氏が抱えている負債をうちの学園が背負うべき理由など全くありません。その後も X 社から28,16,517円700万円を次々と借り入れ、最終的に学園は4,200万円もの借金を金田氏によって負わされたのです。この事実を知った長岡氏が問い詰めると、金田氏は不可解な言い訳を繰り返しました。医療法人の借金を学園に肩代わりさせたのは今後医療関係の事業を行うためで、抵当権については X 社は俺が全株式を持っているから実際に差し押さえなどを実行することはないと言っていました。しかし結果的に不動産は競売にかけられ、医療関係の事業が行われることもありませんでした。借金の一部は金田氏が経営する医療法人の給与の支払いに使われていたことも分かっています。これは背任以外の何物でもありません。当然金田氏の本性に気づいた長岡氏はここで反撃を決意。もともとは金田氏の協力者だった A 氏や B 氏に事情をすべて話し、このままではあなたたちも背任の共犯者になると長岡氏に協力するよう説き伏せました。彼らが味方になってくれたので7月19日に金田氏を理事から解任し、私が理事長に戻ることができました。弁護士に相談し、背任容疑での告訴状をすでに警察に対して提出してあります。当然金田氏はこうした悪事を働く際に南野陽子の夫という箔付けを利用していました。金田氏の知人で長岡氏とも懇意にしている Y 氏が語ります。例えば仕事先の相手に信用してもらうために積極的に南野さんの楽屋などに呼ぶんですよ。目の前で金田氏があの大女優と夫婦であることを見せつけられると誰でも信用しちゃいますよね。フラッシュは金田氏と南野陽子さんの所属事務所に一連の背任行為について質問状を送りましたが、期日までに返答はなかったとのこと。元東京地検特捜部検事の落合陽次弁護士はこう語っていました。仮に先々に協業する事業があったとしても、公共性の高い学校法人の資産を私企業の負債のために担保提供する決定をした時点で、決定を下した理事会は背任に問われる可能性が高いと思います。ましてその資産が競売で消失しているのであれば、刑事だけでなく民事でも賠償責任を負う可能性があります。妻の名を利用し人の資産を食い物にする行為がようやく裁かれる時が来たようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。